移動はエレベーターを使え。どこかにエレベーターがあるはずだ。それを探すんだ。物音を立てると敵に気づかれる。足音がしそうな床では慎重に歩けよ。キャーメンよ。キャメチガルチャフグレネイ。レーダーを見て、ダーパ局長を捕らえたわ。緑の光点で映ってるのがそうよ。早く助けてあげて。風を引いたようだ。アラスカがこんなに厳しいなんてな。しかしあの女、結構いい線いってるよな。
スネーク、ダーパ局長のレーダー反応はその辺りにある。どこか降りられるところはないか。主観でよく探してみろ。ここだ。よっしゃ。助けに来た。ふう。ダーパの局長、ドナルド・アンダーソンだな。助けに来た。どこの種族だ。俺はあんたらのようなろくでなしを助けるために雇われた哀れな捨て駒だ。本当か。確かにテロリストの一味ではないようだな。ならばここから早く出してくれ。大丈夫だ、心配するな。先に情報を知りたい。テロリストのことだ。テロリスト？奴らは本当に核を撃てるのか。どういうことだ。テロリストはホワイトハウスを脅迫してる。要求を飲まなければ核攻撃を仕掛けると言ってな。なんということだ。どうなんだ。可能だ。奴らは核を撃てる。どうやって撃つつもりだ。ここは解体した核弾頭を保存しておくための施設だろ。核ミサイルなんてないはずだ。それは表向きの話だ。いいか、ここである新型兵器の演習が行われていたのだ。兵器市場に残るな。何？地球上のあらゆる地点からの核攻撃を実現する。核搭載歩行戦車。メタルギア、まさか。知っているのか。メタルギアは極めて機密性の高いブラックプロジェクトの一つ。どこでその名を知った。昔から多少縁があってな。あんたがこの廃棄所にいたのはそれが理由か。そうでなければ、私がわざわざこんな偏僻なところまで来たりはせん。メタルギア計画は全て破棄されたと聞いているが。いや、アームズテック社と我々の手で大きなプロジェクトに育て上げた。今回の演習を材料にして量産に移行する計画だった。やつらの決起さえなければな。決起？レックスはテロリストの手に渡ってしまった。レックス、メタルギアレックス、新型メタルギアのコードネームだ。もう奴らはレックスへの核弾頭装備を完了しているはずだ。奴らはその道のプロだ、はい、兵器の整備、取り扱いにも慣れている。おい、うるさいぞ。静かにしてろ。うるさいぞ。しかし、核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。ああ、パルのことか。確かにパルはある。2つのパスワードを入力しなければ発射できない仕組みだ。パスワードが2つ？そうだ。私とベイカーが1つずつ知っていた。ベイカー？誰だ？ケネス・ベイカー。アームズテック社の社長だ。我々二人の起爆コードを両方とも入力しなければ発射はできないのだが、私のパスワードは知られてしまった。喋ったのか。サイコマンティスは人の心を読む。抵抗はできん。サイコマンティス、ホックサンドの一員だ。レーディング能力を持っている。厄介だな。おそらくマンティスはベイカーのパスワードも。リスニング。もし奴らがベイカーの起爆コードを手にしていたら。そうだ、いつでも核を撃てる。だが核発射を止める方法はある。何？鍵だ。鍵？